では練習問題です。31人のテストの結果を箱ひげ図として今表しています。この時、丸1番。第三四分位数は、第三四分位数は、この箱の部分の一番右端に当たるので、この場合90です。で、次。四分位範囲は、四分位範囲は、第三四分位数、引く第一四分位数。この範囲のことなので、90-60をして30になります。で、次、丸3。丸か×かを書きなさい。括弧の1。平均値は70である。この箱ひげ図だけでは平均値はわからないです。なので、×。で、中央値は70である。第二四分位数。この箱の中の真ん中に書かれている第二四分位数がちょうどま中央値を表します。よって70である。これは丸です。では、括弧2番いきます。31人いた場合、第一四分位数はちょうど8人目に当たります。なので、これだけを見ると、60点以下の人がまあ8人、ちょうど8人いるような感じはします。ただ、7人目がまあ59点、8人目が60点、9人目が73点というふうに、こう考えれば、やはり60点以下の人はちょうど8人いるはずです。なんだけれども、こういう可能性もある。7人目60点、8人目60点、9人目も60点。っていうふうに考えた場合には、60点以下の人は8人以上いるはずです。この場合、9人目も60点なので。なので、括弧の2番、8人であるっていうのは間違いで、8人以上いるっていうのが正しくなります。